お疲れ様です。長倉です。今日からですね、3回にわたってビジネス初心者のための、学びの方法について教えていきたいなというふうに思います。特にね、コンテンツビジネスなんかをやる人たちには、有益な情報になるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、まあ、今日はね、1回目ということで誰から学ぶのかという話をしていきたいなというふうに思うんですけども、これズバリね、トップクラスから学んでくださいというのをひたすら言いたいなというふうに思います。だからね、まあ、俺自身、著者専門プロデューサーなんていうふうに名乗ってるわけだけども、まあ、少なくてもね、本を出しているようなレベルの人たちじゃないから限り、学んでもしょうがないんですよ。やっぱりこう出版社にいたから分かるんだけどね、やっぱり編集者っていうのはやっぱそれなりのね、業界のトップクラスの人に、依頼するわけですね。もちろんそのね、本書いてる人が誰もがいいっていうわけじゃないですよ。だからまあ俺はね、自分自身、まあ、著者専門プロデューサーと言いながら、さらにその中から厳選してトップクラスの人たちを、お伝えしているというふうに、それがね、自分の役割かなというふうに思うんですね。世の中にこういろんな情報があるし、いろんなこと人がいると、その中で、まあ、どれがね、どこを学べば一番いいのかというのを、多くの人に伝えたいなというふうに思って、今みたいな活動をね、してるわけですよね、俺なんかは。例えば、教育だったらスタンフォードオンラインハイスクールの、ね、星校長とかね、まあ、本当に世界のトップリーダーだったりとかするわけですよ。だからそういった形でですね、まあ、いろんな方のプロデュースをさせてもらってますが、本当に業界トップクラスの人たちにね、とプロデュースというか、だったりとかコラボレーションさせてもらっているということですね。なのでまずね、一流トップクラスから学びましょうということ、これがもう本当に重要です。で、当たり前なんだけどね、こうトップの人がいて、その下の人たちがいっぱいいるわけですよ。で、この辺から習っちゃうとね、本当にこう、まあ、出がらしじゃないけど薄くなっちゃうんですね。だから本質の部分っていうのが分からなくなってしまう。なのでですね、ぜひ、トップから学ぶようにしてもらいたいなというふうに思いますし、まあ、それに誰だか分かんないっていう人はですね、ぜひ俺のね、情報を見れば、誰がトップだか分かるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、手前味噌になってしまいましたが、まあ、そういう形でね、まあ、俺自身の活動はそういう活動だと思ってるんですよ。多くの人がよく分かんない、このね、世の中の情報に対して、まあ、この情報がいいよと。いうのをこの人がいいよというのを伝えるのが自分の役割だなと思ってるんで、まあ、そういった意味ではこの世界で20年、ね、やってきてるんで信用してもらってもいいんじゃないかなと思います。ということでまた次回お会いしましょう。